くんないですか。やっぱもうひな形にしてもうすっと置いた方がいい。ひな形にしてそこに付け足すぐらいでもいい。うんですよ。ただやっぱり毎回同じ手紙が来るってバレちゃうとダメなんで、それはまあ、うん、なんとか手書きで頑張ってもらいたいなっていう感じですかね。ただまあ単純に言うと1日5人から6人ぐらいですよね、見るお客さんって、入るお客さんって。ってことは1日5通、6通で十分そうだね。まあ、やっとね、慣れてきました。書く習慣がね、新規しか書いてなかったから、うんうんうん、今そういうトレーニングする人の段階です、はい、正直収益上がってくれば専門スタッフ入れればいいんで、そうだ、うん、例えばだから何々さんこの手紙今日お願いしますとかねやればいいだけなんで、うん、結構でもうちもあれ1週間かしましたよ、うんうんうん、もうみんなこっちは来てる、はいはい、逆にあの来て帰って暇だったら必ず帰ってるし、だから逆に早めに出してもらった方がありがたいぐらいっていうか、あの実はまあ、1週間してしまうとそのアフターで来ちゃったりするんですよね。そうですね。うん、だからそうするとなんか、あ、書いて今今日出したのになんか今日来ちゃったみたいな感じになっちゃう、ね。これね絶対です。呼び出は絶対です。考えます。呼び出は絶対です。毎日かな。毎日。だから切手だけもらっついて。そうですね。発展出しゃいい、うん。帰りに出すっていう。まあ、本当あれですね、あのびっくりするぐらい、でも結構来ないですか、お客さん、これやってると。まだやりたてだから分かんないから。ちょこちょこ個人でやってたんですけど、まあ、きちんともう店でね、やるっていうふうで、11月から、女性に限り、全員、店に出すわって。ただ、おばさんと必ず聞いてるよね、そのトレーニングサービス、うん、やっぱりこう出して、変えて、こう、わーって書いて。うん、冒頭で言ってるから、うん、いいと思います。めちゃくちゃリピート取れるんですよ、本当に笑ってしまうぐらい、うんはい、なん で結構単価も取りやすくないですか。結構高いお客さんいないですか。まだ結局まだ始めたばっかりだから、今度それを今度普通の正規の値段で来ていただくところにどんだけ、まあ集計取ってないですけど、うんうんうん、どこまでこうポロポロってそれがサービスできた人が次に来てるかっていうのはちょっとまだ把握はしてないですけど、ここに多分把握はしてると思うんですけど、まずやり方をきちんとね、うん、実際もう本当にね、あの手紙送ってもらったら全然本当に来るんで、来てくれるし楽です。あの僕はね、あのオーナーさんたちにいつもやらせてもらうのが、あの、まあ、技術の練習をね終わって30分するぐらいだったら DM した方がお店入りますよっていう、30分取って DM 書いてもらったら、だって1日毎日15分あったら多分書けると思うんですよ、慣れてくれば。最初でも時間かかっても30分でいいと思うんで、なんであのそういう意識でお店全体で持ってもらった方が、あの技術どうこうっていうつもりはねないし、技術が意味ないっていうつもりもないんですけど、お客さんがどうしても素人だから技術が感じてくれないんですよ。そこが一番問題で、だからね、何でしたっけ、本田さん、シャンパニュー、ミックス、あ、そうです。ミックスっていう美容室有名ですか、ご存知ですか。そこでやってた、あの人で賞もたくさん取った人で、まあ栄でね、お店出してるんですけど、リピート率 10% 以下なんですよ。で、これが技術の限界っていうか、あのどうしてもお客さんが素人な以上、技術でリピートはさせれないです。